スペースべこわぼこ。ワールド探求シリーズ、そして今日はね、ちょっと番外編です。ジャイカ青年海外協力隊です。ジャイカ青年海外協力隊、はい、で、この秋から10月ですかね。そうですね、はい、10月からボツワナに行かれることになりました。なんかね、ちょっとこうミカエル君これから行くにあたり、みんなで調べて、ミカエル君こういうことらしいよと。あ、もうだから安心して行ってらっしゃい。言えるぐらい調べて伝えてあげましょう。ジャイカって聞いたことありますか？あります。まあ、なんか多分一回そこでもそのジャイカで働いてた人がお話したと思うんだけど、ジャイカは JICA、Japan International Cooperation Agency。ちょっとこれがホームページなんだけど、なんか見るとなんかかっこいいよね。いつか世界を変える力になる。なんかインパクトある一言だけど、ちょっと簡単に説明すると、何かをどこかの国で日本人としてする、その国のなんか力になる何かをする、もう本当そんなシンプルなことです。そしてちょっと具体的どんなのがあるかここで見てみたいんだけど、そうそうそう、ちょっと今から見せるんだけど、例えばね、ほら見てください、こんなにあるんよ。例えば企画、あ、計画とか、そしてもうなんかエネルギーとか、もう見て、卓球とかもある、スポーツとかもあるし、だから自分ができることをなんかどこかの国でなんか誰かのためになるっていうこと。例えば何か調べたいもの、何かある今見えるもので、自分が好きなことでできることって野球、野球はい、野球って調べたら、まずここに国が出ます。ちょっとそこのセルビアもっと調べてみようか。ほら、こういう感じでセルビアで2年間行くことになって、こういうことをやりますとか、例えばじゃあ予定されている活動内容、どんなことをする、コーチと共に指導を行うとか、野球を通じてスポーツの精神的な考え方、フェアプレーを伝えるとか、結構具体的にどんな活動をするかもここに書いています。ちなみに僕は申し込んだのが、人的青少年活動っていう、あ、めっちゃ多い。僕は64件もあって、ここは他のと比べて資格がそんなに必要なくて、だから結構学生でも応募しやすい分野となって、青少年活動っていうの。で、僕が実際ボツワナっていう国でやる活動なんだけど、自分今大学院で幼児教育の研究をしていて、でここの孤児院はちょうど0歳から7歳の子供たちがいるので、幼児教育の範囲なんで、ちょっとここで申し込んでみようって思って、青年海外協力隊って行く前に2ヶ月なんか泊まり込みで訓練があります。でその訓練でほとんどなんか言語の勉強をするんだけど、言語以外ではなんか文化とか安全のためとか、そういう勉強をします。みんなはなんかじゃあその2ヶ月間英語以外、ミカエル君こんなことを勉強したらいいんじゃないかなとか、こういうことを、こういうものをボツワナにあるからこういう準備した方がいいとか、例えばね、南米とかだったらよく言うのが、南米に行く協力隊は必ずダンスを勉強しないといけない。勉強しないといけないというか、ダンスができたらなんか現地の人と仲良くなりやすいっていうのを聞いたことあります。じゃあ仲良くなる、ボツワナ人と仲良くなる
秘訣みたいなのも調べられたらいいね。そうですね。あ、それは調べてなかったな、ね、それ今から調べようよ。教えてくれたら嬉しいな。なんか面白い、そういうソーシャルビジネスできそうだったら、うんうん、そのまま、そのままこっちでビジネスしようかな。ではちょっとみんなね、いろんなものを調べてくれたと思う。それぞれね、なんか気になるポイントが違ってて、あのいろんなことを調べてくれたと思うんですけど、で仕事はとてもスローモーションに給料を使い切るまでは仕事場に戻ってこないわけ。給料使い切るまでは仕事場に来ない。それは大変じゃね。じゃあ給料をもうなんかあの1回にたくさんもらう、あの上げない方がいいってことか。はい。ちょっとずつ、うん、通往D路、通往D路、おすすめの場所、それ観光地、観光世界遺産、あ、世界遺産、通往 D 路、 D 路っていうところ、はい、今おすすめで行ってみたら、1969年の独立以来、クーデターや内戦がない。おお、じゃあもう何十年も、うん、平和なんだ、ずっと60年ぐらいない、すごい民主的な政治が行われている。おお、カターラっていうのがギターなんですけど、ピアノのようにこう、こう抱えるんじゃなくて置くんです。置いて弦を押して、あ、琴みたい、そう、うん、そういう言い方らしいです、アフリカの琴。どれか一個ね、もうあのマスターして連れて帰ってほしいですよね、日本に。スポーツがあるか。じゃあ、みんなね、今まであのミカエル君何度もここに来てくれて、あのいろんなことを教えてくれたミカエル君がここに行きます。こういうところに2年間行かれます。この後もね、あの2年間行かれて帰った後も、ぜひともなんか、あの時こんな風に聞いたけど、ここは合ってたよ、これはなんかもう全然違ってたとかね、また教えてもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。頑張って、行ってきてください。行ってきます。はい、そして、ケアボーガ。ね、みんなで、ありがとうを言いましょう。ケアボーガですね。はい、行きましょう。せーの。ケアボーガ。たちとなんか有料プラン申し込んだり。例えばジャパンでやってみます、うん、みんな Google マップのストリートビューわかるよね、うん、あ、急に飛ばされました。でこれが日本のどこか、どこだこれ、2分以内に、どこにでもあるじゃん。ちょっと待って、でもここよく見たらなんかこれ、ちょっと待って、電車っていうか、うん、モノレールだから、モノレールがある都道府県で考えて、電柱って書いてある、電柱によってここら辺の住所書いてあるんだよ、電柱、うん、どこにある電柱、ここ、あー、なるほど、ポイ捨て禁止、ポイ捨て禁止。コンビニさえやらないんやけどな。そうだね、コンビニ、なんでコンビニそんなわかる、コンビニで、ね、小倉寺だとあのファミマやけど、ここはあの中国労災店で、あと30秒、あ、時間計られた、あれ、木更津、あ、これはどこですか、木更津はだからどこだ、千葉、お、でも合ってたね、なんで千葉って分かったすごすぎるんだけど、いや、なんか雰囲気的に本当、千葉県の木更津市、いや、ここら辺に行ったことある、なんでわかるん、なんか雰囲気、一番やってしまいましたか、スペースデコアボコチャンネルでは、子どもの得意を伸ばすために周りの大人ができることについてや、学習に難しさを抱えるお子さんとその保護者向けの情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。